手出すなら姉妹までやれよ。ここはね、人間の来るところじゃないんだよ。八百万の神様たちが疲れを癒しに来るお湯屋なんだよ。それなのにお前の親は何だい？お客様の食べ物をぶっ、食べ、ご飯を食べてなかっただろう。食べたくない。千尋の元気が出るようにまじないをかけて作ったんだ。お食べ。お前のことドンくさいって言ったけど取り消すぞ。